こんばんは。見てました、ありがとう。手紙、そう、そう、さやだったね。あ、もうさやだと思わなかった。こんばんは。魔法のポシュありがとうございます。お疲れありがとうございます。多分55、ありがとうございます。でも今日は1公演だったので、そんなにめっちゃ疲れてるわけでもないです。眠いけど。くまさんありがとうございます。こんばんは。ねえ、でもなんか今日すごいめっちゃ汗かいてて、最初の3曲ですでに汗だくだった。ひよこありがとうございます。こんばんは。眠いのは知らない。もう青に関してはずっと眠いからね。こんばんは。生誕祭盛り上げてくれて全然です。全然です。こちらこそです。玉がありがとうございます。3期生の配信見に行ってないぞ、謎だ。ちょっとさ、あのね、今日やってた、あ、すごい、うさぎイースター、あのね、ちらっと行ったりもしたんですけど、あのね、結構見たことある名前がね、見えました。でも行っちゃダメってわけじゃないけど、みんなにはあのとこにもいてほしいなって気持ちがあるっていうだけだよ。がっつり行っちゃってた。あ、はい、あ。こんばんは。でもめっちゃ楽しみになってきた、すごく。ね、ドキドキだね。あれ、村細く、村は作らん。一個で十分。今日も相変わらず可愛いね。ありがとうございます。なんかね、今日ね、ツインテール指定だったんですよ、寺ひなから。でもなんか、その久しぶりだったか、そんなことない、そんなことないか、なんか前してたの、してた。あのね、違うんですよ、今日公園で衣替えじゃないんですけど、あれよ、あの映像あるじゃないですか、ちっちゃいもんの公園って、あの途中のさ、MC 代わりの、あの後に、普通に出てたんですけど、脱ぐことにして。こんばんは。脱いでも可愛いねってなって。ありーなーって、それです。ネミサプの、あ、これあおさ、なんか多分まだインスタのストーリーに上がってると思うんですけど、なんかちっちゃいもんのその初日のリハの時までのリハの時に、なんかこういう動きをヤヒがしてて、これしたらすごい笑ってくれて、それが昨日ついに世界中に発信されて、そしたらメンバーもね、めっちゃこの動きを褒めてくれて、笑ってくれて嬉しいんですけど。タンポポありがとうございます。どうなんでしょうか。なんか本当はね、今日でもなんかその曲の君と僕の関係の前の MC 青と
テラヒナとヤヒの MC でなんか言おうかと思ってたの。ファンの皆さんも後ろの方が見えるくらいの位置でこうやっていただけると嬉しいですみたいに言えばってすごいあのサメカツナのお姉様方からめっちゃ言われてたので、ファンの方がみんなこれやったら面白くないっていう話です。で想像したら笑っちゃうけど、でもちょっと今日は言わなかったです。でも絶対さ、青がさ、はるかと夕顔になったら笑っちゃって歌えないもん。こんばんは。これね、意外と体力使うんだよ。これももしやってほしい方がいたらおしゃべり会で言ってくださいやってーって、そしたら全力でやるので。こんばんは。でもすごいなんか青が思ってた以上にみんな笑ってくれたから嬉しい。いいの？え、青は全然いいんだけど、みんなはそれでいいのかなおしゃべり会の時間それに使っていい？逆にこれで。こんばんは。やってって言われたら全然やるけどね。巻き巻きツインって皮ありがとう高いでしょ動きのキレはあれはキレがなきゃ やってけんこんばんは。最後まで言った本当にいいの？言ったね。ちゃんと確認するよって思っちゃうの本当にいいのって。こんばんは。今日もついに、そうですよ、ドキドキだね。玉がありがとうございます。とってありがとうございます。でも本当にやっと実感っていうか、おおほほほって感じ。でもめっちゃ思い出した、自分のショールーム配信の時のこと。配信してますあ、でもちょっと前に終わらせるかもしれないオーディション何番は何番ですか？何番でしょうか？じゃ あ何番でしょう。昨日ツイートしたけど27番でしたちょっとね、恥ずかしいんだよね。あ、おいしそうだった。こうしよう。27番でしたよ。そう見て。でもね、あの27でふなでやってたんですよ。あれね、実はね、あのあだ名考えたのね、最近知ったんですけど、お兄ちゃんの友達らしいんですよ。お兄ちゃんの友達がコメントしてくれてたらしくって、青はそれを知らずに使ってたっていう。こんばんは。あと5分で、ありがとうございます。ハートありがとうございます。でも懐かしいな、なんか、なんかめっちゃ青以外の周りの、全然顔出してましたよ。周りのこのあのドラさん受けてから来た子が結構多くて、 NGT2 期のオーディションって。だからやっぱりそのドラでもともと応援してくださってる人たちがついてる子が結構多かったりとか、あとやっぱみんな配信慣れしてる子がめっちゃ多かったの。だからなんか、なんか私大丈夫かなみたいな、めっちゃなってたけど、なんかなんで配信してるんだろうこの子って思われてたと思うあとありがとうございますめっちゃ思い出すね。全然本当大丈夫だった？その頃はそんなことはないよそんなことはないよ。みんな緊張してて。そうだよね。そう
方が圧倒的に配信慣れしてなさすぎて。やった、ありがとうございます。でも本当に青をそのオーディションのショールームからしてくださってる人って本当にいないと思う。本当にこれっぽっちだと思う。難しいな。あと、ありがとうございます。後輩になって、本当にね、なんかこう呼んでほしいって言う。はあ、事故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 事あ、そう、なんでもいいです。なんでもいいです。あの、全然。なんて呼ばれても嬉しい、青は。青のことしてくれてる子いるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。タコ、ありがとうございます。でも絶対お疲れ様とか気軽に言えないなと思って、お疲れ様ですって言っちゃいそう。それはいいんだと思うけど、でもなんかあんまり、なんだろう、気取り、なんていうの、気取りすぎず謙虚すぎずってやってやりたいなとも思うけど、難しいですね。はい、星ありがとうございます。ハートありがとうございます。ちっちゃい、嬉しい。本当？ジョーのことも知ってくれてるか。ハートありがとうございます。青ちゃんパイセンっていう人は絶対ないと思うよ。でも本当に楽しみ、新しい子たちね。でもさ、短いよね、青の時さ結構長く、1週間もなかったか。どれくらいだろう。結構さ、配信期間長かった覚えがあるんだけど、1週、5日とかじゃなかったっけ。でも今回3日とか4日、短いよね。ね、そうそう、長かったんだよ。うん、ね、そんな感じ。でも楽しみだね。もうそろそろかな。あとどれくらいだろう。そろそろテロップで、じゃあ今から明日の夜ご飯を発表したいと思います。はい、決めました。いきます。じゃか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 じゃん、イカそうめんでーす。鼻で笑われた。イカそうめんが食べたい。イカそうめん美味しいよね。イカの塩辛はね、朝イカの塩辛だけ食べると一日中喉乾くのでやめた方がいいですよ。イカそうめん手に入れてください。それかさばくか、どっちかで。テロップ来た、ありがとうございます。ということで、明日の配信時間は夜の9時から配信します。21時からです。はい、
唱します。はい、ランキング読むね。いきます。13位西さん、ありがとうございます。12位金堂さん、ありがとうございます。11位シロタンさん、ありがとうございます。10位 MS さん、ありがとうございます。9位ナオニアさん、ありがとうございます。8位ブンちゃんさん、ありがとうございます。7位アンカキョウさん、ありがとうございます。6位ヤミンさん、ありがとうございます。5位ポンポンさん、ありがとうございます。4位たけしさん、ムさん、ありがとうございます。3位昔からおじいさん、ありがとうございます。2位新潟かずさん、ありがとうございます。1位おじゃさん、ありがとうございます。ではすごい椅子が音が鳴る。バイバーイ、ありがとうございました。